ラジオネーム、トキニンザブロ。あ、それわかるね。はい。はい。こちらは誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかる、わからないで判定していきます。ラジオネーム、トキニンザブロ。ゴルフ場に就職した俺は、13番ホールでアナルをおっぴろげ、ゴルフカップとして職務を全うしていると、イ・ボミ選手が、僕のアナルにバーディーパットをねじ込んだ。試合後、13番はカップがガバガバだったので、カップの左側を舐めるように打っていったらすぐに行けました。という、僕の特殊性癖を見事に抑えた的確なコメントを言われたい。だから、わからない。13番の。ま、イ・ボミ選手に興味は湧いたけどね。ちょっと勉強不足知りませんけど、ラジオネームに長寿ギガジャクソン。芸人と女子アナの交際報道を見てひらめいた僕は、独自のストーカールートから調べ上げた女子アナの住所リストから一軒ずつドアを叩いては、すいません、芸人なんですけどやらせてくれませんかと片っ端から頼んでいくも、誰も出てきてくれず、ついに100件目。同じように僕は、芸人です、やらせてくださいとドアを叩いていると、ついにドアを開け、安倍千代さんが現れ、話は回ってきてるわよ、ようこそと心よく迎えていただき、このデータをもとに今女子アナの性欲がやばいというムック本書きたい。ムック本書きたいじゃわからないんだ俺は。なんかわかるって、もっと昔はわかるっていっぱい言ってた。いいのが出ますよね。大丈夫、超重ギガジャクソン。八代亜紀さんの家に忍び込む。ここまでいいよ。俺、ヤシロアキさんのことをエロいなと思って。待ってくれよ。あ、頼むぞ。ぬか漬けに一晩使っていた僕。まだなんとか。ヤシロアキさんの家に忍び込み、ぬか漬けに一晩使っていた僕。翌朝、ヤシロアキさんに、こんな小ぶりのナスなんて漬けてたかしらと、僕のチンコのぬか漬けを箸で掴んで、我慢汁が出ているところを舐め、しょっぱい、ちょっと失敗しちゃったわねと、よく水で洗ってもらい、ぬかが取れあらわになった僕のチンコを見て、八代亜紀さんの顔をあからめさせて、僕はもうここまでしたんだから最後までやっちゃおっかと、ハメ撮りの段階に移りたい。無理だろ。無理。仕込みの女子大生じゃねえんだから。うんじゃねえんだよ。最初ね、ラッパーザキバチョフ。浜田ブリトニーが、もう最近セックスしてなくてあそこがカラカラ、もう今日絶対マジでパコりて、超ビッグマグナムペニスでパコられてと言っていたので、ズボンを脱ぎ、そんなに言うんならこの俺のビッグマグナムペニスでお前パコってやろうかと自信満々に言ったら、浜田ブリトニーがチンコをまじまじと見つめて、いや、この大きさ超ビッグマグナムじゃなくて、どっからどう見てもシシトじゃねえかと言われ、差をもぎ取られたい。難しいな。ふざけてんだもん。で、こんなこと言うの嫌だけど、お前らふざけてんだもん。これは困ったぞみんな。俺を勃起させてみろよっていう話なんだね。そうですね。ラジオネームアマゾンカルテット。1ヶ月歯を磨いていない仲間ゆきえさんに、俺のチンコを歯ブラシとして使ってもらうために、激痛に耐えて市販の歯ブラシの毛を抜いて、一本一本俺のチンコに刺していき、ようやくそれらしくなってきた、さあ僕のチンコを使ってくださいと言うと、仲間ゆきえさんはチンコをたわしだと勘違いして、トイレの便器掃除をしてほしい。いや、してほしいじゃないか。歯磨いてほしいっつってんのに。そうそうめちゃくちゃだよ。ラジオのラッパーザキバチョ。誰か口に入れてくれるんじゃないかと期待をして、うん、海辺の砂浜にチンコだけ出していると、グラビアの撮影で海にやってきていた浅田舞が、俺のチンコをじーっと凝視した後、笑いながら、いやこれチンコじゃんと言って俺のチンコを蹴り上げてほしい。わかる。あ、わかる。よかった。これはわかる。これはいいですか。
うん。あーって、うまいこと、そら、加えたりはしないよ。いや、こいつ、ケイコじゃん、ケイコ。だから、これ、今日のオープニングの話と一緒だよね。はい、おちんちん、泥落ちたの発想だよ。ほんとだ。動機じゃないですか、ただの。いや、俺がおちんちん泥おじさんだったんかい。ここに来るわけですね、オープニングが。あげときます。パン。ラジオネームラッパーザキバチョフ。夕方の道端で肛門に極太マッキーを入れて遊んでいたら、それを見た橋本愛があんたの肛門でかそうねと言ってきやがったので、俺の肛門はどんなものを入れられるんだ、どんなものでも入れられるんだと自慢したところ、じゃあこれはどうと言って竹筒を思いっきり肛門に入れてきた。しかし俺の肛門は微動だにしない。この竹筒で肛門が破れないなんて、あれ抜けない、どうして。俺の肛門は何でも入れる上に、入れたものを決して離さない、肛門活躍筋もすごいんだよ。なんて人なの、恐るべし、肛門活躍筋。と言って橋本愛が泣いている姿を見届け、高笑いしながら夕日の中へ消えていきたい。いや、これベストキッドの始まりじゃねえんだから。そんなんじゃねえわ。ししほーじゃないんだよ。先週アナル菌なんてないよって言って活躍菌だったら、これ肛門活躍菌をいっぱい言いすぎだよ。ラジオネームカラフルアフロ。俺が死んだ時、大勢の風俗嬢にお線香をあげに来てほしい。わからねえわ。奥さんびっくりするだろ。どなたかしら。風俗嬢のものです。みんな来たらどうすんだよ。どうしようかな。ラジオネーム、どれだ。どうしようかな。ラジオネーム、これやっとこうか。じゃ、妖怪きなこじじい。高熱を出した有吉さんの代打として急遽ロンハーの格付けし合う女たちの収録に呼ばれた俺。いきなりのテレビ初出演で上がりまくっている俺に、アツシさんが、いや、有吉が高熱でさ、急遽探して君が5分前に捕まって助かったよ、82人目のオファーだよといじられるもと気持ち悪く愛想笑いで返すのが精一杯。その後の収録も頼りにしていた誰逃れすらも僕をいじってくれず、終始油汗をかきながら気持ち悪い笑顔でなんとか収録を乗り切る。ああ、我ながら最悪だったな。収録の記憶は全くないけど、なんとか乗り切れたし、一生に一度の思い出だし、オンエアが楽しみだな。そしてオンエアの日、直前まで見ようか迷ったが、やはり記念にとテレビをつけると、なぜか僕の顔面だけにきっちりとモザイクが。おかしいだろと思い、慌ててテレ朝に電話をかけると、カジゼネラルプロデューサーが、いやー、ごめんごめん、まさかの NHK さんと裏かぶりしててさ、ニュース9の特集、増え続ける中年ニートの実態に君出たてでしょって言われ、まさかのボンミスを知り、ちょっとカジさん勘弁してくださいよーと言いたい。言いたいじゃない。なんでこれでチンコが立つんだよ。めちゃくちゃだろ。いい加減しろ。ダメ。もっと勃起させてください。